宇宙ステーションの隅々まで映ってるけど、性格は見当たらないわね。あったとしても罠のはず。ヘルタの収集しているものが見えるところに置いてあるわけがない。あら、この端末メモリーがなくなってる。ここは監視室。データを削除して逃げたんだと思う。よくあること。こうやって探してても効率が悪い。もうこっちに来て。で、どうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。つまり影響を受けなかったところがターゲットってわけね。シンプルだけど効果はある。ほら、見つけた。これは器物ナンバー211、ブラインドゾーン。簡単な光の屈折によりエリア内の物体を視認しにくくするけど、他の物体が目立たなくなった途端その姿は浮き彫りになる。ヘルタってば、こんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。私たちのモットーでもあるでしょ。また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど、殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫、こんなところで倒れるなんてことないから。へえ、さすが天才クラブのメンバーってところかしら。性格はすぐそこだ。急ごう。独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしてもハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。